がまの足が出た、尻尾も頭も空出た、お化けちゃがまだ追っかけろ、やれ空どこいどこい捕まえろ。ブンブクちゃがまの綱渡り、えひがさ片手にやれやれ、うまく渡ればごかっさい、やれ空どこいどこい落っこちるな。さあ、声の絵本ブンブク茶釜を見ながら楽しいお話を聞きましょう。昔々のこと、モリンジというお寺の和尚さんがある日、古道具屋から茶釜を買ってきた。こりゃ本にええ茶釜じゃ。そうじゃ、早速湯を沸かすとしよう。和尚さんは茶釜をカッカと燃えた囲炉裏の火にかけた。すると、はちはちちちちちちち、茶釜から手が、足が、尻尾と頭が、逃げ出した茶釜は釣り鐘の後ろに隠れた。化け茶釜、覚悟しろ。小僧さんたちが捕まえようとしたら、茶釜はいなくなった。釣り鐘がとぼけたようになった。さあ、次のページを開きましょうね。やっさもっさと大騒ぎ、とうとう小僧さんたちが捕まえた。こら、いたずら茶釜、正体を見せろ。と押さえつけてよくよく見ると、ありゃ、手がない、足もない。こりゃ普通の茶釜じゃ。気持ちの悪い茶釜じゃのう。ちょうどそこへ、くずいくずい、お払い物はございませんか。おお、ちょうどいい。この茶釜をくず屋へ。和尚さんはくず屋を呼んで茶釜を売ってしまった。さあ、茶釜は一体どうなるでしょうね。次のページを開いてください。くず屋はホクホク、これはええ茶釜だ、こりゃきっと高く売れるわい、と大事そうに包んで枕元に置いて寝た。やがて真夜中になって、くず屋はふと目が覚めた。くず屋さん、くず屋さん。お、お前は。私はタヌキです。クズ屋さん、お願いします。もう私を売らないでください。置いてやりたいが、わしは貧乏だから。大丈夫、私にいい考えがあります。ブンブク茶釜はクズ屋の耳にこちょこちょ内緒話。さて、ブンブク茶釜は何を始めるのかしら。次のページを開きましょうね。さあ、いらっしゃいいらっしゃい。ブンブク茶釜の曲芸だよ。今までの見せ物とは大違い。くず屋は見せ物小屋を開いた。面白そうだよ。村の大人や子供たちがわんさわんさと詰めかけ、見せ物小屋は大入り満員。さあ、次のページですよ。さてさて、
これよりお目にかけまするは我が小屋の人気者文福茶釜の綱渡りでござい。おーい。てんてん照れつくとってんしゃん、音に合わせてひょいひょいひょいっと文福茶釜の綱渡り。おーい、まいぞまいぞ。文福茶釜頑張れ。見物の大人も子供もやんややんやの拍手喝采。文福茶釜はたちまち人気者になった。くず屋も金持ちになった。その後もくず屋と文福茶釜は仲良く国々を回り、見物の人たちを喜ばしたそうな。